長野県駒ヶ根市で活動しています。長野県看護大学よさこいサークル小玉です。看護の勉強と両立させながら日々踊りを楽しんでいます。小玉の元気と笑顔をぜひお楽しみくださいといただいています。長野県看護大学よさこいサークル小玉です。今年のテーマは夢しるべ、看護学生を題材としています。理想との違いに戸惑いながらも仲間と手を取り合い進んでいく私たちの姿を描いた作品です。私事ではありますが、今日まで共にこの作品を作り上げてきた3年生7人がこの諏訪湖よさこいにて児玉を引退いたします。9代目児玉が大好きなみんなで最後まで全力で演舞いたします。どうか皆さんこの一瞬を見届けてください。手拍子お心拍子よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは誰しもみんな夢を持つ、あなたの夢は何ですか？夢見たこの世界に、なることあなたに寄り添い力になり
小玉ねねさん、ファイナルもぜひ頑張ってくださいよ。いや本当にですね、今この諏訪湖の子供のおかげかもしれない。